こんばんは。ここでは日本が誇る最大のカスタムカーイベント東京オートサロン2024の模様です。開催は1月12日から14日までの3日間で、会場は幕張メッセで行われました。取材は土曜日でしたが、9時開場にもかかわらず2時間以上も前からたくさんの方が並んでいたそうです。ご覧の通り、会場は午前中から大勢の方で埋め尽くされており、入場は事前に登録さえしておけば、簡単な手荷物検査を行った後、事前登録時に送られてくる QR コードをかざすだけで入場できますので、大きな混乱はなかったように思われます。それでは会場をご覧いただきますが、375社の出展がありましたので、全てをご紹介するわけにはいきませんので、自動車メーカーやタイヤメーカー、そして気になったブースのみをご紹介します。それではトヨタガズーレーシングのブースからご覧いただきましょう。トヨタイヤではこの水素エンジン車が今年のダカールラリーにエントリーしていました。ロータスのブースではロータス初の電動 SUV エレトレ R と 3.5 リッター V6 スーパーチャージャー付きのエミーラが展示されました。マツダでは新たにサブブランドとして設定されたマツダスピリットレーシングから投入される予定の2台が注目されました。こちらは現行のロードスターをベースにエンジンは2リッターになり、スーパー耐久のノウハウを生かしたモデルになっています。こちらもスーパー耐久をモチーフにしたモデルになっています。こちらは今年3月に開催するフォーミュラ E に参戦するモデルです。サスペンションのチューニング、フロントメカニカル LSD の追加でコーナーリングを向上させています。ニスモ専用のチューニングにより420馬力を発生しています。ケーターハムでは2リッター最高出力172馬力を発生する7340と、ケーターハム50周年にあたり EV のプロジェクト V を発表。日本での発売は2年後だそうです。ロッキーオートは 2000GT のクローズドボディとオープンモデルの2台を展示しました。
こちらのブースは磨き込んだ1965年のロールスロイスがより美しく見せるための演出が目に留まりました。日本自動車大学校のこの作品、私にはどうも納得ができませんでした。埼玉自動車学校のこの SFR、 これはありだと思います。さあ、ここからはコンパニオンの方数名をご覧いただきましょう。いかがでしたでしょうか。オートサロン事務局によると入場者数は昨年より5万人増の23万人が来場したとのことです。